はい、こんにちは。今日はね、昨日東洋経済っていうところが出した住みよさランキング2021っていうの記事があったけん、それを読めたわけよ。それは安心度、利便度、快適度、富裕度の4つの視点からいろんなデータを計算して偏差値にね算出して、でそれを偏差値高い順からランキングにねしてるわけよね。でその対象となる都市が812地区あったらしいんやけど、そのとりあえずそのトップ50が、ね、発表されてたわけよ。812ランキングの中から、でそのトップ50見よったんやけど、福岡が1個も入ってなかった。18年福岡に住んでて分かるんやけど、福岡やっぱいいところなんよ。いいところなのに、やっぱそのなんか計算して数値から外れとうっていうのはね、ちょっといかがなものかなと思って、これはぁと思ってね、これね多分東洋経済さんが見てくれとうと思ったことを信じてちょっとね動画回したんやけど、でしかもこれ1個そのちょっと1位になったところが石川県の野々市市っていうところをやったよね。で、その野々市市っていう読み方がわからなかったけん、野々市市なのか、野々市市なのかとかわからなかったけん、野々市市スペースって Google で検索したんよ。で、そしたら、一番上の検索候補に、野々市市いじめって出てきて、それをちょっとクリックしたら、今年に入ってから中学校か、どっかでいじめが起こったらしいよね。で、それをしかもめっちゃ大々的にニュースになっとったけん、ちょっとこれ危ねえやんと思って、普通に安心度がそのランキングの要素の一つに入っとったっぽいんやけど、全然安心できる街ではなくないって思って、東洋経済さんそれはどうなんでしょうと俺は思ったわけよね。とりあえず福岡が入ってないことにちょっとね、俺はもうはぁって思っとけん、ちょっとそこでね、あの何付加価値がちょっと乗ってしまっとるんやけど、でしかも石川の街がトップ25の中で6個も入っとって、まあ、絶対これ作った人石川出身の人やろうと思ったっていう話なんよね。で、じゃあ君18年も福岡住んでたなら、あの福岡のいいところ教えてよって思ったかもしれんけど、特にそれはございません。よくさ、空港から博多駅が近いとか、食い物が美味しいとか、美人が多いとかよく言われると思うんやけど、どこでもそうじゃないと思って。基本広島に住んどるんやけど、別に広島の飯まずいなって思わんし、なんかブスが多いなとも思わんわけよ。福岡の方が可愛い子多いなとも思わんわけよ。やけん、まあ、それで言ったら指標が合っとるのかもしれんけど、まあでもね、愛知とか大阪とか確か入っとったし、その結構大きめの都市は入っとんのに、福岡だけはぶられとうけんね、それはちょっとやめてほしいなと思って、ちょっとねこの動画を回したわけよね。でも唯一挙げるとしたら、方言が可愛いかなと思った。博多弁ね、何々仕事とか、なんとかバッテン、なんとかバッテンとかね、まあ若い人はあんま言わんと思うけど、博多弁方言可愛いって言われるやん。それは確かにそうだなと思うけど、別に地元嫌いとかっていうわけではないんやけど、あんまりおすすめしてよって言われて結構困ることが多いけん。ちなみにその東洋経済のなんか812ランキング全部が載っとると思うその本が、それの記事の一番上で紹介されて、アマゾンリンクがね貼られとったんやけど、それ、ね、Kindle で1万7000円ぐらいするけん、絶対買わないわと思って、しっかり全部を読むつもりもないし、なんか適当にしか見てないけん、あんまりはっきりとしたことは言えんじゃけど、まあ来年もしもねまた同じランキングをするとしたら、ちょっと福岡をねひいき目に見てあげてくださいとは思ったね。さすがにその18年住んできた身としてはね、入れてあげてもいいんじゃないって思って、もしね東洋経済の人は見とうかもしれんけどね、まあ、それちょっと思ったわけよ。まあ、ただめちゃくちゃこうおすすめするポイントはあんまりないんやけど、ちょっとそう思ったわけよね。でという感じで、東洋経済の記事を見てはぁと思ったんやけど、まあ、よく考えたらまあしっかりね計算もされててその通りかなと思ったけど、まあ、野々市市でいじめがあったということはね大々的に報道されてたけどね、それはちょっと気をつけてね、東洋経済信者の皆さんはちょっと野々市市のことも調べつつやってほしいなって思ったっていう動画ではね、今日の動画はこの辺で、バイバイ。